こなきチャンネル。鳥木たこ焼き、鳥貴族さんのテイクアウトでたこ焼き焼いてみた、勝手にコラボレーション。まずは鳥貴族さんでテイクアウト。買ってきたのは桃貴族のタレ、胸貴族のタレ、砂ずり、三角、つくねチーズ、ハート、トリカーチップです。まずはトリカーチップを砕きます。すりこぎ棒では砕けなかったので食用品ハサミできるか手で裂いてください。串から外して皿に置きます。ネギも使えますので一緒に置いておいてください。今回はこちらの銅板たこ焼き器を使用しました。18穴47ミリの大玉になります。ご家庭のたこ焼き器は穴が小さいと思います。穴に入るように焼き鳥をカットしてください。たこ鍋が温まりましたら一旦火を止めてしばらくしてから油を引きます。今回は離型油を使用しました。油引きでまんべんなく引いてください。キッチンペーパーで余分な油と汚れを拭き取ります。再度火を最大にします。種を半分だけ先に流し込みます。桃貴族、胸貴族、穴がいっぱいですがネギも入れます。ハート、つくねチーズ、砂ずりとぼんじり、砂ずりは小さいので2個入れました。残った種をなみなみに流し込みます。紅生姜とさっき砕いた鶏皮チップを天かすの代わりに入れます。最後にネギを散らします。すぐひっくり返さないと真っ黒になります。ジュジュッといい音がしています。一通りひっくり返したら火を弱めます。あとは焦げないようにひたすらひっくり返します。鳥貴族さんの貴族焼きはかなり大きいですがちゃんとたこ鍋に収まりました。再度火をマックスにします。綺麗な丸になってきました。右側はほぼ焼き上がりです。はい、鶏切りたこ焼き完成でございます。串にたこ焼きを1個ずつ刺してソース、マヨネーズ、かつお節をかけて鶏切りたこ焼き完成。はい、箸を用意いたしました。はい、用意しました。串は、はい、これ抜くのは邪道だって聞いたんだけれど、焼き鳥の串を抜くのはそれたこ焼きですからあんまり関係ないかもわからない。抜かないと食べれないですよ、多分。抜かないと食べられませんけれど、やっぱり綺麗に美味しく食べないと飽きませんでしょう。全国200万人のたこ焼き不安が見ております。そうです。じゃあいただきます。ん、実際8人しかいないですけど、8人ね。これあのエンタコさんとかガスのやつじゃなくて、あの銅板たこ焼きで焼いていますんで、もう美味しいですよ。銅板はやっぱり外がふわっとしてるんですよ。そう、で中もふわっとして、そう、外もやっぱほんまカリカリ、中ふわっていうのが美味しいとか言うけれど、外もふわですよね。うん、中も外もふわふわや。
もうほんまびっくりした、自分で焼いてこんなに違うもんかと。すごい味が違うもんね。では2つ目割っていただけますでしょうか。いただきます。中を割っていただけますでしょうか。中ですか。そうですね、何が入ってるか見ないきませんもんね。これはおっと、これはズリですね。砂肝ですね。砂肝でございました。ねえ、これは そのまま食べるんですか。こちゃこ焼きコリコリハツやね。ハツですね。もう一個入ってると思いますんで一緒に食べてください。たこ焼きとなんかね、だん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 としぶとね、お口が開けなくなりますね。どういう意味でしょうか。大口で食べます。丈夫な歯でいれば一切ございません。いればはまだないです。の串の最後でございます。これは何が入ってるんでございましょうか。何が出るかな、何が出るかな。さあ何でしょうか。この真っ黒系加減はタレが入ってますね。そうやね、これ黒いのがね焦げやすいね。それは醤油が入ってるか当たり前なんですけど、ということはつくねかないかですかね。これも初でございました。それが初と砂肝となんか風習なんですよ、ね、なかなかたこ焼きに焼き鳥もいけますよ。鳥貴族さんが鳥貴バーガーというお店を出しておりまして、うん、それに対抗しまして鳥貴タコ焼きでございます。鳥貴タコ焼きでございます。対抗は一切しておりません。いただきます。勝手に乗っかってコラボしております。大変おいしゅうございました。今回の鳥貴タコ焼きは星いくつでございますでしょうか。最高はいくつなんです。3でございます。3でございますか。ほぼほぼ3に近いけど 2.5。 その心は。お腹がいっぱい。え、お腹がいっぱい。お腹がいっぱいでソースをかけて、ソースかけてマヨネーズかけて、やっぱりかけたも美味しいですよ。さあもちろんそうですよ。はい、以上でございます。ありがとうございました。また見てくださいね。番組登録よろしくお願いします。顔しゃべってる。よろしく。